5月7日のケリ姫スイーツ、昨日調べたようにザックザック動画土日限定で復活と、ただ期間限定なんであと数回だけだけどね。てかさ、この1000万イベントのおしゃれアイテム作ったんですけども、これつけてるとさ、あとうん見えないんだよなんという1000万の妨害工作ですよ。まあ、ここのね、素材はすぐ集まるんで、暇な人じゃなくて、暇じゃなくてもすぐ終わりますよと。第一の試練のやつですね。さあ、今日は何やりましょうかね。窓マギのもまだ全然終わってないんですけども、あとは特に、今やってるものって言ったらそんぐらいだしな。窓マギの達成報酬の進み具合が、あと8日、1週間とちょい。キューベゲットしてない。先生ゲットしてない。で、こっちは20数回行ってるはずだから、おお、あと2回が。じゃあ今日はここを終わらしちゃおう。ちゃんとザックザック堂のこの時間のも忘れずにね。そこを忘れてしまうとね、1億ちょっとがもったいないからな。大丈夫、まだね、今6時25分なんで。さあ、ここはもうデビューホームでどんどんやっちゃいましょうか。と言いつつ、フレンドがギャンブラーなので、ここじゃない、ついやってしまう。ギャンブラーを入れてしまってるとついやってしまう。あれ動け、こら、画面じゃない、キャラ動きなさい。ここはちょっと SE がでかいから BGM 下げとかないとかな。基本的にどっちのイベントもお手前、特にね、テクニカルではあるんだけども、まあレベル差があるっていうのもあるけども、デビホームでね、ご利用せる。エクストラじゃないからね、多少減ってしまってもこのように十分やれると。ここの白黒になった時の各キャラが可愛いな。さあ、やっつけての、今の坂のやつを見るとさ、あのさやかのあれじゃないですか、あれっていうか、さやかのあの走ってるところ、こうすりゃ大丈夫なんやでって言って走ってるところで、あれのマット動画を思い出すな。さやかのあのそのまま走り抜けてってどんどん走っていくやつ、これだけで分かる人はいるんだろうか。どうやって探したら出るかな。窓マギ、さやか、マットで、あの音楽もね有名なんだけども、あのタイトルが浮かんでこないからな。またしてもすごく分かりづらいヒントですまないが。さあ、そんな感じでワルプルギスもこの夜もとっとと終わりにしましょう。本当デビホームはいつもながらお世話になってるな。これがまだ期間限定のそういうコラボキャラだからいいのかもしれんけども、通常ある覚醒色とか、なんだろう、まあある意味いつでもゲットできるキャラだと、そうなるとなんだろう、バランスブレーカーというか、次に出すキャラをもっとより強く使いやすいキャラにしなくちゃいけなくなるから、どんどんね、そのなんだろう、次に出てくるキャラクターが強くなりすぎちゃう、昔のキャラクターが弱くなりすぎちゃうなんて感じにならないかな。だから今やってる人はいいけどもね、仮にこれよりすごく使い勝手のいいのが出てきても、今いるキャラクターでも十分太刀打ちできるからなんとかなってるけども、これから始める人たちがちょっとね、不遇になっちゃうというか、ただでさえスロット回せる機会は少ないのに。あ、しまった。あ、大丈夫か。普通のボスの方だからミサイルが出てくれた。ってな感じになっちゃいそうだな。他のよくあるゲームだったらね、石とかジュエルやらオーブとかが簡単に手に入るから、イベントの時まで取っておこうってあるけども、こっちはそもそも手に入ることがそうないんですっていう。取っておいたよって言っても10枚20枚程度。
そんなんでろくに回せるわけがないじゃないかっていうことになるからね。そこか、流行ってないのは。デリ姫流行りきらないのはそこが理由か。ゲーム自体は面白いのにな、その点だよな。まあ、長くやってるだけあっていくらでも不平不満は出てきますけども、やっぱ今ね、そういうソシャゲ、スマホゲー戦国時代と言っても過言ではないぐらいなんだから、生き残るためにこの先この先生生き残るためにはっていう感じでいろいろやっていかなくちゃいけないんだろうけど、ただまあ作ってるところのガンホーっていうのと、あとこういう手に入りづらいからこそ好きな人はどんどん課金しちゃってで過ごしてるからなんとかなってんのかな。運営資金があるからこそどうにかなってるのかと。ひょ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 、今の笑い声は運営の笑い声か。お、また課金で重課金者がいっぱい突っ込んでくれたぞって言って笑いが止まんねえやってことになってるのか。ちなみに俺ぐらいだと、まあ累計で数万はいってんだろうけど、それぐらいだと全然10ではないんだろうな。だってね、スクフェスの超課金者知り合いにいるけども、あ、半端ないぞ。あの額を出すのが忍びなくなるぐらいに、とても言えないぐらいに半端ない額突っ込んでるからな。だから世の中の重課金者ってのはそれぐらい突っ込んでるわけですよね。課金あんましない人にとっては、そんなの信じらんないってか、まあ1万とかでも信じらんないって言うだろうけども、まあ俺でも1万はちょっと多いなって思うけども、でも世の中はやっぱ広いわけですよ。課金しない人もいれば課金する人もいると。このシステムいつかは破綻するか変わっちゃうだろうけどもね、最近はガチャとかそういうのの規制というのでいくらまでしか突っ込めないとかそういう動きになりそうな噂も聞くし、実際もうそういう感じになってんのかな、わからんけども、まあまあそのうち変わっていくかもしれないけど、今はね、今は儲かる人は儲かってみたいな。ただあの課金しても後悔はしてはいけませんと。課金すれでも後悔せず、もうちょっと語呂よく言いたいな、この語呂っぽいやつてな感じで、窓マギのまだね手に入ってないものありますけども、おマミティゲット、まだですね、あとキューベイをゲットしなくちゃいけないのかな。キューベイゲットしたらこれであのね、和紙先生が手に入ると、なごみこ先生が手に入るので、こっちはもうちょっとですね。こっちはね、まだまだ、あの回数飲みたくね。俺多分、まだ十数回か、20いってないんじゃないか？いくらだ、いくらだ？ホムラドリンク、18回、うわー、頑張りましょう。また明日。動画のご視聴、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。